すごく皆さんの満足度が高いのでやろうかなと思ってます。クルーズ事業ってそんな行くんですね。旅行も国内クルーズに絞ってるんですけど、はい、横浜発着で10日間で日本一周回ってくるっていうのを、はい、まあ、30万円ぐらいで食べ放題飲み放題の船があるんです、うん、で4000人ぐらい乗れるんですけど、はい、それを年間8周とか10周とかチャーターしてきて、うん、1回チャーターで何億っていう交渉をやって、うん、もう行き先から中の食べ物から、うん、添乗員から全部自社のメンバーでやるっていう商品、うん、この船の中全部ジャパネットのお客さんって感じです。すげえ。すごいですね。町に降りてそこで無料のシャトルバスを100台用意するとかも全部自分たちでやるので、こうとにかく乗ってる人が困ってたらもう全部手を打とうっていう感じですね。でまず船に乗ったらカタログも自社で作るので、今から回る港の紹介のルルブみたいなカタログを全部自前で作ってるんですよ。そうすると行き先ごとにページめくるとこう行き先がまあ分かるようになるみたいな、そういうことを細かくやってる感じです。本当に好評だったので船乗って降りる方が 8% ぐらい翌年の分申し込んで降りられるんですよ。だからすごく皆さんの満足度が高いのでやろうかなと思ってます。多分めちゃくちゃマッチしてますよね、顧客層に。コンサート会場って1600人ぐらいの会場があるんですけど、予告なしにここにミュージシャンの方呼んで突然無料コンサートやるんですよ。そうすると買った時にはそんなこと期待してなかったのに、はい、突然ここで綾戸千恵さんが歌うとか、はい、コロッケさんがショーをやるとかいうのをサプライズでやるんですけど、そういうのがすごく好評です。ジャパネット高田のファンみたいな人みたいな感じですよね、経済圏というか。あ、でもそういうありがたいですね。なので僕たまに乗るとこう皆さん声かけてもそこでは結構知ってもらえてる感じです。皆さんジャパネットのお客様なので。だから4000人とかで貸し切っちゃうんですもんね。いやでもクルーズ事業ってそんな行くんですね。いや地域が喜んでくれますよ。4000人日本人が降りて1日回遊するっていうので平均1万円ちょっと使われるらしいんですよ、その地域で。だからもう長寿地帯の方が船が着いたら花火上げてくれたりとか、ようこそそれでまた来年もその寄港地に来てほしいっていう感じで言っていただけるので、まあ、やってて楽しいですけどね。そうそう、船乗った時にもジャパネットのお客さんであるのが分かってるんで、もう共通のテーマが1個あるんですよね。そこで一気に友達ができるんですよ、船の中で。全国に友達できて何買った私これ買ったよとかっていう感じで言っていただいて、でまた来年会おうよって言ってまた翌年来てもらうっていう感じです。